前回の杉永チャンネルは元日に実家に帰り、家族で過ごすお正月を楽しんできました。しかしうちは持ち物が多い家として有名です。ミニマリストの実家なのに、これは家族の問題だ。シロまずすごいね。母らもスーで俺らタケチン、母のディフェンスで俺ら撃沈ウヒ。やっぱり隠すの得意ね。はいはい、僕ベッキーだよ。私実は言ってなきゃ預けた親戚に歩み浜崎がいる。あ、電子ピアノの鍵盤の上に鍵盤のタオル。鍵盤を鍵盤、鍵盤を鍵盤。こんなとこにテーブルをどう？何のためのテーブルなの？僕が座った席から見えぬように、ソファーで巧みにインペリオシン。同じような服強盗両親、ジャンパー羽織って強盗両親、帽子もあるし強盗両親。この人形が指示役か？ヒアトイストーリーの世界観、思い通りのようにいかん。この家の不要品を盗んでおくれよ。ヒア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 。ダイニングテーブルもカウンターも何にも使えない状態になってるよね。これ完全に昔の方がすっきりしてなかった？ほらすっきりしてる。ダイニングテーブルを畳んでさ、他の場所に置いてあったじゃん。置く場所があると置いてごちゃごちゃさせちゃう、それが人間。っていうかマッサージ機2年前から同じとこに置いてない？同じとこで使ってるだけだよね。そうだと言ってくれ。てか昔リビングに盛り合ったね。そしてその前には鍵盤音鍵盤鍵盤音鍵盤。これが昔で、これが今。悪化してない？誰だ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 、ヒアすだれを用意したのは誰だ。眩しいんだ。いいけど暑い。みんなに見せる背景変でも、日の光で背中が燃えても、笑顔でいい息子を演じてた太陽さんさ、You are good さ。すごいじゃん。なんでなんでなんで着てない方がもったいないんだけど、着てない時点でもったいない。スニーカーだってそうだな。着てない。いやいや俺はスニーカー持ってないけどな、よくタレントをさ、スニーカーをた、ああコレクションね、コレクション楽しんでるわけじゃないけどね。なんかやだ捨てるの。捨てたかないよ、お前何にも使ってないわ。使ってない、なんで買ったおしゃれさんじゃないんだからさ。年がどんどん減るの。あ、そう。いつか使う。いつか使う。使う。もったいない。使う。もったいない。いつか使う出た。使わにはもったいない。使わにはもったいない。使わにはそんそん。使わにはそんそんわかるけど、長く生きても難しいんだ。買わなきゃ損そう思うのさ。安いと手が伸びてゆくんだ。貧しい国の人々が着てない服を求めたとして、私は躊躇するのだろう。たとえ長年着てないとしても、それが一番どうでもいい服を選ぶでしょう。数ある着てない服の中からやむを得ず選ぶでしょう。